皆様こんにちは。マセラティ板橋の古井でございます。本日は明日からデビューされますニュークアトロポルテのデビューを記念いたしまして、私どもで使用しておりましたクアトロポルテ GTS のデモカーを認定中古車として販売させていただくことになりましたので、本日はそのご紹介をさせていただきたいと思います。今回デモカーでご紹介させていただきますのはこちら、マセラティのフラッグシップモデルのクアトロポルテ、グレードは GTS というタイプになります。クアトロポルテのシリーズの中でもエンジン、それから仕様等ですね、トップレンジの車になっております。まずボディカラーなんですけれども、ビアンコアルピというパールペイントの塗装になります。でこちら、まあ、いわゆるパールホワイトになるわけですけれども、今現在はこのパールビアンコアルピの塗装は生産終了されております。ですので全国探していただいてもビアンコアルピというこのボディカラーは非常に希少なボディカラーになっております。そしてエンジンは V8 3.8 リッターツインターボエンジンになります。マセラティの中でも530馬力を誇る最強モデルになっております。そしてこのレザーシートなんですけれども、ベンチレーション機能付きのレザーシートになっております。夏場暑い日でも非常に快適にドライブが楽しむことができます。そしてトリムなんですけれども、ブラックピアノのインテリアトリム、そしてルーフライニングはアルカンターラになっています。ですので赤のベンチレーション付きのシート、ブラックピアノのインテリアトリム、アルカンターラのヘッドライニング、非常に豪華な室内になっています。クアトロポルテのもう一つの特徴はこの広いリアシート、そしてプレミアム感のあるこの雰囲気だと思います。私身長180センチありますけれども、十分な広さの足元のスペース、ヘッドクリアランス、時にはショーファーとして、時にはビジネスのシチュエーションでリアにお客様をお迎え入れるとき、この広さのリアシートで非常に快適に過ごすことができますし、このインテリア、あのイタリアの雰囲気を十分お伝えすることができるのではないかなというふうに思っています。今までご紹介してきましたこのクアトロポルテ GTS、昨年2016年8月登録になります。走行距離は2600キロ、保証なんですけれどもメーカー保証を3年までお付けすることができます。そしてメンテナンスプログラム、ロードアシスタンスサービスもついております。昨年の8月時点の新車の価格ですけれども、車両本体価格が1805万円、そしてご紹介してきましたオプションが116万円になります。合計しますと新車価格で1920万の新車を現在認定中古車として1470万円でご提供させていただこうと思っております。またご希望の方には試乗も可能ですので、ぜひご来店いただいて車を走らせてみてご体感いただくということも十分可能でございますので、ぜひ私までご連絡いただければと思います。